大家好，我是 Tim， 我们今天继续来玩破晓传奇。好，那个我们现在已经找到新州了，那准备要前往雷列基斯。然后上一次我结束前，我就说想说趁着要上雷列基斯之前呢，想说把一些支线都把它解一解。结果大家看，我们现在所有的地图快速旅行都是不行的，所以我们就是得强迫的要把这一段主线直接过完了。要做其他事情的话，可能只能用跑过去的，但我觉得这样太麻烦，甚至我也觉得应该是跑不过去的。好，那我们因为现在每一个同伴都要出发前，大家要交换一下心路历程，所以我们现在就来跟大家聊天吧。我猜这一部分大概20-30分钟。アルフェンは気づいてたのか。シオンのことか。俺は全然分かってなかった。そりゃ時々なんか様子が変だと思うことはあったけど、まさかあんな俺って本当周りが見えてないんだな。お前だけじゃない。俺もシオンが悩んでいるのは分かっていても踏み込めなかった。アルフェンはずっとシオンを助けようとしていたじゃないか。そのつもりだったさ。だけどその実何も分かっていなかった。彼女を追い詰めていただけだったんだ。でも間に合った。そうだろ。まだ終わってない。だが、そうだな。間に合わせる。間に合わせてみせる。ああ、みんなでやればシオンだって世界だってなんとかなるさ。忘れるなよ。みんなでだぜ、アルフェ。ああ、分かってる。なあ、親父はどう思ってるかな。俺、間違えてないよな。ジルファなら、もう、お前が自分で決めたことに何も言わないんじゃないか。言いたくても言えないけどな。どう？悪い。でも生きてるやつの問題は待っちゃくれないからな。今全力でシオンを助ける。また悩むかもしれないけど、それはまたその時考える。それでいいよな。ああ、十分だ。眠らなくていいのか。眠れないよ、あんな話を聞いた後だもん。そうか。シオン、ずっと我慢してたんだね。私たちが笑ってる時もいつも少し離れて黙ってて、私それは茨のせいだって思ってた。私たちを傷つけないようにするためなんだって。それにそういう性格なんだろうって。でも違ったんだ。本当はずっと死ななきゃならないってって思ってて、でもやっぱり死にたくなくて、それを言い出せなくて。リンウェル、ずっとずっと一人ぼっちだったんだ。なのに私そんなことも知らずに友達だなんて。それでもきっとシオンは嬉しかったと思う。そうかな。ああ、だからこそ俺たちに本当のことを打ち明けてくれたんだ。だからこれからも友達だ。これからも、うん、そうだね。私たちみんな一人ぼっちだった。でもそうじゃなくなることもできる。シオンにもそうなってほしい。うん、もうなってるけど、もっともっと憎しみとか悲しみなんかじゃない。私たちお互いの支えになれたら素敵だよね、リンウェル。大丈夫か。何がだ。お前の体だ。さっき茨に触れただろう。ああ、なんてことはない。シオンの辛さに比べればか。シオンも自分の茨でお前が傷つくのは見たくないはずだ。お前が耐えればいいという話ではないぞ。
わかったよ。気をつける。もっとも、シオンはお前のその向こう水なところに救われたのだろうな。からかわないでくれ。からかってなどいない。お前は痛みを取り戻してなお彼女に触れた。お前は彼女に救いをもたらしたんだ。私たちに対してやったように。俺はシオンが誰とでも触れ合えるようにしてやりたいだけだ。死の恐れもなく、そんな当たり前のことをシオンから奪ったイバラが俺は憎い。当たり前であると同時に特別なことでもある。私も取り戻してやりたい。理想郷の夢も、彼女を犠牲にして生き延びた世界では虚しいだけだろうしな。ああ、奪ったり奪われたり、そんなのもうたくさんだ。世界の破滅、本当だと思うかね。俺はシオンを信じる。あんたは？友人としては信じたい。我々を取り巻く一連の出来事も明らかに何らかの危機を示唆している。だが世界の破滅となるとな、実感が追いついていないのが正直なところだ。確かにシオンも実際に何が起きるのかまではわからないみたいだしな。手がかりになりそうな欠片には事欠かないが、それでも一枚の絵にするにはまだ足りない。茨はどこに収まるんだろう。おそらく核心に迫る欠片であることは間違いなかろう。くさびで聞いた声のことは覚えているかね。ああ、ダナの精霊力の意志じゃないかって話だったな。そうだ、膨大な精霊力に意志が宿るという仮説。そしてペレギオンで見た暴走したイバラは、到底一人のレナ人が持ちうる量の精霊力ではなかった。イバラにも意志があるっていうのか。その意志がシオンを死なせない。だが、なぜそれが世界を滅ぼすんだ。さてな、イバラに目的があるとしても今はまだ謎だ。巫女の力がイバラを抑えるのだってたまたまかもしれない。前から思ってたが、あんたは相当謎解きが好きらしいな。いけないかね。信じていた世界がまやかしかもしれないとなれば、真相を突き止めたくもなる。ましてそのせいで傷を受けたとなれば。テュオハリム、いずれにせよ残りの欠片はレネギスにあるのだろう。それでどんな絵が浮かび上がるか、今はこれ以上考えても仕方あるまい。わかった。好了，各位队友们的都结束了，现在是重点的西农。気分は落ち着いたか？心配されてばかりね、私。みんなにもだわ。意地を張った挙句、心配かけてばかり。お互い様だ。初めて私を仲間だと言った時のこと、覚えている？どうだったかな。すまない、思い出せない。それだけ自然なことだったのね。あなたには。私は違った。ダナ人を見下しながら、自分は一人ずっと気を張り詰めていたところに言われたんだもの。正直驚き戸惑ったわ。炎の剣だって、レナス・アルマの代わりか、せいぜいマスターコア集めの役に立ちそうだってくらいにしか思ってなかった。でもその後もあなたは折に触れて
私はティオハリムを仲間と呼んだ。レナとかダナとか関係なく本気で心配してくれたわね。みんなも私を仲間だと、友達だと言ってくれた。そんなことは思ってもみなかった。死んでみんなと別れたくなかった。死なないことでみんなを死なせたくなかった。しよう。でもそれって自分のことしか考えてなかったのね。本心を口にした時、みんなの言葉を聞いた時、それが分かった。大丈夫、もう死ぬことは考えていないわ。そう思うには大切なものができすぎたから。だから戦うわ。必死に戦って勝ち取る。世界と自分の未来を、自分のために世界を滅びさせたりはしない。長い戦いになる。ダナもレナもない。本当に誰もが安心して暮らせるようになるまで終わらないんだ。だが最後まで俺はシオンのそばにいる。ありがとう。どんなに高い壁でも諦めなければ壊せる。俺たちは見てきたはずだ。ええ、信じるわ。みんなしっかり休めたか。行くぞ、レネギスに出発だ。哎靠，原来现在才可以传啊！可是我录到一半，这样跑去解支线很破坏整个流畅度。我存个档好了。以他剧情设定42等，应该上去碾裂机师就是最后一段。他已经不像很旧的 PS2 出的那几代，打到最后一关都是一定就是可能已经70等了，起码60几70，现在好像就是50几等就让你全破，然后再给一些 DLC 让你去刷一些那个副本啊，什么迷宫啊，然后去拿高等的装让你去冲99等。好吧，就不管了，我们就直接继续做主线吧。いよいよだな。こいつちゃんと飛ぶんだろうな。そういうこと言わないでよ。あ、そういえばアルフェン、この船なんて名前なんだ。名前？さあな、あるのかどうかすら考えたことなかった。せっかく乗るんだし、なんか名前欲しくないか。そうだな、例えばファルナイツ。あ、フクロウを表す古い言葉の一つ、意味は空へのいざない。なるほど、今の私たちにはぴったりの名だな。なんか納得いかねえけど、まあいいか。よし、今からこいつはファルナイツ号だ。やることは2つ。レネギスに行き、これ以上のダナへの手出しをやめさせる。そしてイバラの正体を突き止めてシオンを救う。いいな。
よし、行こう。窓一つに収まっちまうなんてさ。言われてみれば本当だね。世界っていうより不思議な絵を見てるみたい。あんだけいろんなことがあったのに、みんな見えないくらい小さくなっちまった。逆に言えばそれだけ世界が大きいってことだよね。ダナとレナの違いだって見えないくらい小さなことなのかも。レネギスまではどのくらいかかるんだ？一眠りするほどの時間はないな。今のうちにこの船の設備を確かめておくといい。そうだな。レネギスではこの船が拠点になるかもしれないし。だが船の操縦はいいのか？私が見ていよう。最も基本的には自動だからすることはあまりないがね。わかった。なんだか雰囲気が変わったね。そう、何か変かしら？うんうん、全然。なんていうか前向きで生き生きしてる感じ。今の方がずっといいよ。何か問題か？いや、ただ7年ぶりだと思ってね。スルドとしてレネギスを立ってからか。あんたでもやっぱり懐かしくなるのか？私とて人並みの感情はある。とはいえ君に尋ねたい。レネギスには君の過去もある。行けばそれと向き合うことになるかもしれない。そこに恐れはないか？それは自分が大勢の命を奪った場所だ。ないと言ったら嘘になる。だからって逃げるわけにはいかない。過去は変えようがない。未来は分からないからな。そうか。デュオハリム、失敬した。こんな時にする話でもなかったな。船内の確認を済ませたらまた声をかけてくれたまえ。啊，飞船，好怀念。让我想到之前很久以前玩那个星际大战 Online 的时候，也是一天到晚在飞船上面跟同伴对话，解那个任务跟剧情。あ、ね、聞いてよアルフェ、ローったらさ。おい、言うなって。ローがどうかしたのか？この船が落ちないか怖いんだって。最初は名前つけようなんて言ってたくせに。別に怖いとかじゃねえよ。ただこんな鉄の塊みたいなのが支えもなく空飛んでるなんてちょっとくらいおかしいって思うだろ普通。星船ってそういう機械じゃない。私は別におかしいって思わないけど。いや、お前の神経がおかしいんだよ。俺が言うのもなんだが、レナの技術は信頼できると思う。俺が今こうしてここにいるのもある意味そのおかげだしな。そっか、そういえばそうだよね。納得した？ロー、アルフェンにそう言われちゃ納得するしかねえけど、なんか納得いかねえ。
方看起来就像是当初奥尔芬在这边休息的地方。船酔いは大丈夫か？そういえば忘れていたな。ありがたいことに海の上と違って星船はほとんど揺れがない。何よりだ。その装置が気になるのか？どういうものなのかと思ってた。中に人が入るようだが。治療層だよ。怪我や病気を治してくれる。なるほど。もしレネギスで傷を負った時は役に立ちそうだな。アルフェン、どうかしたか？いや、レネギスを脱出するとき儀式で暴走してボロボロになった俺をネビリがこれに入れた。そのことを少し思い出したんだ。脱出するとき、ということはお前は300年間この中にいたのか？そういうことになるんだろうな。どうして300年も眠り続けたのかはわからないが。そうか。だが偶然かどうかはともかく、私はお前が目覚めたのが今の時代でよかったと思っているぞ。どういう意味だ？お前がいなければ私たちはここまで戦い続けることはできなかった。だが何よりメナンシアを出るとき、私が言ったことを覚えているか？共存の夢とは何なのか自分で考え学ぶ必要があると。だからメナンシアに残らず俺たちについてきた。あの時の私は与えられた理想ではダメだと言いながらも兄さんの願いを叶えなくてはという思いにとらわれていた。兄さんの思い出は大切だが、気づくべき共存は何よりこれから生きる人たちのためのものだと改めて気づいた。そしてそれをメナンシアだけでなくダナ全体に広めたいと私自身が願うようになった。みんなこの旅を通じて学んだことのおかげだ。だからそんな機会をくれたお前には感謝しているんだ、アルフェン。感謝されるにはまだ早いさ。赤い女のこともある。まだまだ気を抜ける状況には程遠い。分かっている。だがどんなことがあろうと私は目をそらすまいと思う。とはいえまずは目の前の問題を片付けなければな。もうすぐレネギスね。シオンにとっては里帰りみたいなものなんだよな。ダナに降りてくる前、レネギスでの暮らしはどんなだったんだ？いい思い出はないわね。物心ついた時にはすでにイバラが発現していたし、治療のためと言いつつ実際は研究対象のようなものだったわ。研究ってそんな。本当よ。どんな条件でイバラが現れるのか、触れた側の影響はどう変わるのか、毎日そんなことの繰り返し。解剖されなかっただけマシかもしれないけど、触れて激痛にのたうって、その後私に向けられる相手の目は怪物を見るかのようだった。自分の意志とは関係なく人を傷つけてしまう存在。そんな絶望しているところに追い打ちをかけるように破滅の未来を見るようになった。望みなんて持ちようがなかった。誰とも触れ合えないまま孤独に生きるしかない。生きていてもやがて破滅に飲み込まれる。だからせめて世界を救うために死ねば自分の人生にも意味が見出せるんじゃないかって思うようになった。すまない、嫌なことを思い出させた。いいの、今はもう違うもの。みんなのためにシオンが死ななければならないというなら、シオンのためにみんなが死んだっていいはずだ。何を言い出すの？そんなこと許されるはずが。
もちろん許されないさ。だが、ただ運が悪かったというだけで、一人が他の全員のために犠牲になるなんてあってはならない。それは結局奴隷が生贄にされるのと変わらないんだ。俺たちの戦いは自分たちだけが助かるためのものでも、世界のために自分たちを犠牲にするものでもない。みんなを守る、世界を救う。ただそこに自分もいなきゃダメなんだ。犠牲のない世界のため、あなたの戦いそのものね。俺一人のじゃない、シオンの、そしてみんなの戦いだ。みんなで掴む勝利でなきゃいけない。敗者がいてはいけない。今わかった、これはそういう戦いなんだ。敗者がいない、ダナがレナを倒して終わりではないってことね。本当にできると思う？できると信じて命がけでやるんだ。でなきゃ何かを変えるなんて永遠にできない。そうだったわね。そのくらいでなければ未来なんてつかめない。やりましょう。みんな覚悟はいいか？そろそろレネギスに乗り込む準備に入る。その前に、レネギスとはどういう場所なのですか、ティオハリム？そういえば、ちゃんと聞いたことなかったよね。俺も聞いておきたい。俺は大昔のことしか知らないし、そもそも監禁されていたようなものだからな。レネギスは、そもそもがダナでスルドブリが行うためのレナの帰還拠点だ。それ自体が一つの都市であり、独立した社会を形成している。その社会は一言で言えば序列社会だ。そこでは精霊術の強さが非常に大きな意味を持つ。精霊術の強さで身分が決まるってことか。でもそれって生まれつきのものじゃないのか？訓練で多少変わるし、それのみで決まるわけでもないが、おおむねそうだ。故にスルドやその候補者を多く輩出する家系はどうしても偏るし、そうした血筋は名門とされている。極めて弱い精霊術しか使えないために、ダナに降りることが許されなかった下級階層扱いの人々もいるわ。でもそんな彼らでさえダナに対する優越感は強い。覚えておいて。なるほどな。ティオハリムはスルドになるくらいだから序列が高いのは想像がつくけど、シオンはどうなんだ？シオンだって強い精霊術が使えるじゃない。ああ、そうか。精霊術の強さだけなら私も一応上位層に該当するわ。もっとも茨のせいでまともな扱いは受けてこなかったけど。悪い。気にしなくていいわ。あなたの思ったことをすぐ口にできるところは嫌いじゃないから。ちゃかすなよ。あれ、ひょっとしてロー照れてるの？照れてねえ。だが精霊術の強さだけで序列が決まるというのは本当は理不尽だ。人の価値はそれだけで測れるものではないのに。赤い女もレネギスにいるでしょうか？おそらくな。あれだけのことがレネギスで起きたのだ。ペレギオンからレナス・アルマを持ち去ったことと無関係ではあるまい。レナス・アルマがダナの搾取に使われているなら絶対に奪い返す。赤い女にも問い詰めたいことが山ほどあるしな。間もなく到着だ。念のため衝撃に備えたまえ。イバラを解く手がかりもきっと見つかる。星船同様、多くの場所が自動化されているからな。
それに鋭ぶりが以外での利用は異例だ。私たちのことは気づかれているでしょうか。出迎えがないとはいえ警備はいるはずだ。油断すべきではない。なるべくレネギスの人たちと戦わないで済むといいけど。それでこれからどうする？赤い女にしてもレナス・アルマにしても今のところここにあるはずだってだけだろ。どこから探すか当てはあるのか？レネギスには王のみが立ち入ることを許された禁領と呼ばれる区画が存在する。そこへ行くべきだろうな。そこに何があるんだ？何があるかわからないから行くのだ。幸いここには王の資格を持つ者がいる。そもそもレネギスほどの巨大な構造物を変形させるにはかなりの力を必要とするはずだ。レナス・アルマを使った可能性が高いということかしら。そうだ。アルフェンの記憶によればレナス・アルマは300年前の儀式でも使われた。儀式の目的が何であれ、もしそれが今進行しているものと同じならレナス・アルマは同じ場所にあるかもしれない。赤い女と共に。だがレネギスのどの居住区にもそれらしい場所はない。となれば普段立ち入ることのできない区画だろうということですね。そういうことだ。しかし俺が王にされたのは300年以上前の話なんだ。俺がいたところで入れるとは限らないぞ。行ってみないことにはわからないのだし、可能性があるなら試してみるべきだと思うわ。そうだよ、シオンの茨のことだって何かわかるかもしれないし。わかった。どのみち手がかりはそれしかない。その金量に行ってみよう。あの壁の向こうにレナ人の町がある。あ、そういう意味。かつてシオンやデュオハリムが暮らしていた町。一体可以耶，还是可以传，快速传回去的，太棒了。どんな所なんだろう。来看一下这个场景。场景还是建的不错啊。希望那个到时候星际大战旧共和国重置的时候也可以看到这种类似的这种太空战舰的场太空舰桥的场景。最近这种风格的游戏好像有点少。外にいる間に攻撃されんじゃねえかってヒヤヒヤしたぜ。前から思ってたけどローって結構心配性だよね。バカよバカ言え。俺はみんなのためにだな。大声出すと誰に聞かれるかわからないわよ。ここには何人くらいのレナ人がいるのですか？正確なところは知らないが見た目ほどには多くない。大抵のことは機械とズーグルで賄っているくらいだ。やはりズーグルもいるか。気を抜かずにいた方が良さそうだな。
エナジンの町っていうからにはいろいろ違ってるんだろうと思ってたけどよ。でもこれはそういうのとも違うよな。配置が土台ごと変わってしまって都市の体を成していない。何があった？もしかしてレネギス全体が形を変えた影響が内部にまで。あのくさびが降りてきた時か。だからって人が住んでる場所まで動かすことないだろうによ。自分たちの町だろ。レネギスの民のことなどどうでもよいということなのか。どちらにせよこれでは禁漁への道もわからないな。ひょっとしてデュオハリムか。アバキール、息災で何よりだ。やっぱり君か。だがなぜここに。スルドブリガはどうしたんだ。連れているのは一体。ダナがどうなっているのか知らないのか。何かあったのか。知り合い。古い友人だ。なあティオハリム、君が連れているのはまさか。我々のことはいい。それよりここで何が起きている。それがさっぱりわからないんだ。突然都市の構造が動き始めてこの有様だ。そのうち王から何か知らせがあるとは思うが。アバキール、我々は禁漁への道を探している。心当たりはないか。禁漁へ。そんなところに一体何しに行くんだ。それは知らなくてもいいことだ。相変わらずだな君は。とはいえ見知った場所でさえどう行けばいいかわからないような状況だからな。まして禁漁となると。そうか、なら自力で何とかしよう。もうフィアリエには会ったのか。いや。そうか、彼女は変わっていない。いやむしろ。承知している。なぜ戻ってきたんだ。辛いことになるぞ。それも承知している。そういうところもちっとも変わらないな。分かったよ、これ以上は聞かないが気をつけろよデュオ。フィアリエって誰なんだ。ロウ、先ほどの話からするとレネギスの住民はダナのことを何も知らされていないようだな。そうね、ここの状況もよく分かってないみたいだった。くさびは間違いなくレネギスから現れたのに。もう少し情報が欲しいな。住民に話を聞いてみよう。ついでに一応赤い女のことも聞いてみようぜ。禁漁ってところに行く方法もだよ。私たちでは騒ぎになるかもしれない。シオン、頼めるか。そうね、その方がいいわ。私もやろう。ティオハリム、スルドの資格はレネギスでは有効に働く。分かった、二人とも頼む。俺たちダナは目立たない方がいいんだろうな。もし騒がれたらどうするの。私が連れ回してるとでも言い訳しよう。犬かよ俺ら。人々の暮らしをめちゃくちゃにしてまで一体何をしようというのだ。こんな町を、積み木を崩すような、これをやった者は何を考えている。ダナからの精霊力を受け止めてレナに送るためではあるんでしょうけど。何のためなんだ一体。スルドブリガのためならそんな必要はなかったはずだ。なんであれくさびが精霊力を送るのを止めたといっても、狙う理由がある限りはこのままでは済むまい。ダメだよ、またあんなことさせちゃ。禁漁ってとこに行けば何かわかるかもしれないんだろ。ここでグズグズしてないで動こうぜ。ローの言う通りだな。俺たちに立ち止まっている暇はない。
哇，这个部分真的是好多对话。我们现在试看看，就是我不太确定他刚刚说，就是要让丢哈林或者是青龙来对话，是不是说我们要把主控的人物，目前在地图上移动人物切换成他，才会触发一些对话选项？不太确定，现在对话看看。换一下杜罗哈里。等一下，我们应该先用奥尔芬，然后再杜罗哈里看一下。やれやれ、ひどいことになった。死骸はこのアリサバ。ズーグルが制御を受け付けなくなったとも聞く。いかなることやら。あなたもどうしてこうなったのか理由を知らないの？うん。事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。もう？あ、それより恩美はイルル・ケリス家の清張無教ではありませぬか。確か鋭としてダナにおられるはずだと。いかにも清張無だ。多くを語ることは許されていないが、特別な任務で戻ってきている。全ては王の御心のままに。時ならぬ御身のご帰還、レネギスの変容、いやはや王の信望は計り知れませぬ。イルル・ケリスクは多くの鋭を輩出しておられる。こたびの鋭ぶりが恩美の勝利を記念しております。最善を尽くそう。看起来好像跟那个没有关系。ねえ、レネギスの町って本当に最初からここで暮らすために作られたのかな。どういう意味？だってこんな大掛かりなこと最初から作ってなかったらできないよね。でも最初からそのつもりだったら町だってこんなことにならないように作ると思わない？確かにその通りね。そもそもレネギスがこんな風になるなんて私たちの誰一人知らなかった。この居住区は後から作られた。だとしたらなぜ。あ、ごめん、変なこと言っちゃった。気にしないで。見落としていた謎を指摘してくれるのは助かるわ。確かに今は解けない謎だけど、その答えもきっとこの奥にあるはずよ、シオン。うん、そうだね。これで大丈夫ね。私も心得はあるが、君には及ばないな。これはティオハリム閣下、お会いできて光栄です。私も前回の鋭ブリガでダナにおりましたが、残念ながら我が鋭閣下の勝利は叶いませんでした。思った以上に奴隷が死んでしまって。そうか。失礼。あなた最近レネギスで真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら。赤ですと？いえ、覚えがありませんな。そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。そう。ちなみに前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない。変なことを聞きますな。今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か。いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。我想现在是整现在是
整个临战王真的人都中了镜花水月是吧？你什么时候产生了有红衣女子的幻觉？あなた大丈夫？うちに帰れなくなってしまって。どうやって帰ったらいいかと考えていたところです。私もここから先に進みたいのに行けなくて困っているわ。全ては王の御心のままに。とはいうもののいつまでも下層民の私がこんな上層民の区画にいたら何を言われるか。気が進まないけどやっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。何か心当たりがあるのかね。デュオハリム・イルル・ケリス様、なぜこんなところに。スルドブリガの最中では。私のことはいい。それより心当たりがあるなら聞かせてほしい。失礼いたしました。この先にできた壁に入り口のようなものを見つけたので、そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。私が確かめるから君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせよ。よろしいのですか。私のような仮想のものに鋭閣下お自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来同じレナの民だ。ありがとうございます、デュオハリム様。いろいろ話を聞いたな。それでどう？やはりなぜ町がこうなったのかも、ダナでスルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか。以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれん。住んでるところがこんなことになってるのにみんなやけに落ち着いてるよね。ああ、ズーグルが言うこと聞かなくなってるとも言ってたしな。本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているからな。全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王の統治。一つ気になったのですが、今レネギスを全ているのは誰なのですか。無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を全ている。間にスルドみたいなのもいないのか。レナってダナと同じくらいでかいんだろ。レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか。言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを滑るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい。誰か本国に行ったことがあるものを知っているか。いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとするとまさかレネギスの住民全員がそうなのか。どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのあるものは誰もいないかもしれないということだ。王その人を除いて。ですがそれだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか。王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです。アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。どちらが真実なのでしょう。スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎレナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。
もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に、同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのは、どちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか。わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのか。だが確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなったのもボルラーンがここで儀式を行ったからだとしたら。待てよ、それって赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナス・アルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないようだな。王だけが入れるという禁漁なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。ええ、行きましょう禁漁へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから禁漁にも行けるかもしれない。探してみようよ。あ、拼命的卖关子。にしてもこういう時現場に偉いやつがいないってやっぱりどうかと思うぜ。肝心の王はレナ本国だって言うし、スルドは全員ダナに降りちまってるわけだし。前にスルドだったやつならいるんじゃないのか。現役でない者には権限がない。レナ人はそういうところは律儀でね。リエゾたちがいたとしてもこの状況をどうにかできるとは思えないけど。連中がこのレネギスの有様を見たらどう思っただろう。リエゾ、ガナベルト、アウメド、オルラ。考えたら俺たちデュオハリム以外のスルドのことは僕に知らないんだよ。そりゃしょうがないぜ。ダナの俺たちにしてみりゃ倒すべき敵以外の何者でもなかったんだし。ああ、ただこうやってレナ人にも町があって暮らしがあるのを見るとさ。彼らもここで暮らしていたのが不思議。そうなんだ。彼らのことが気になるなら住民に尋ねてみたまえ。どのスルドにも必ず本人やその家の支持者がいる。幸いダナの状況は知られていない。多少のことは聞けるだろう。这是支线。読ませるつもりだったんだ。断線しててよかったわね。褒めて
いましたよね。見た目のことばっかじゃなかった。書簡を差し控え。黄粉。うむ。な。人には残酷なくせに種族のために頑張る。よくわからないよ。矛盾してない？私が言うのもなんだが、スルドとは王の座をめぐって争うと同時にレナ全体の守護者でもある。そういえばガラベルト、死の間際まで仲間のことを知っていた。それでダナにもできないんだ。ここはさっきの区画ほど被害がないみたいだな。たまたまレネギスの変形の影響が小さかったと見える。運が良かったと言うべきだろうな。ちょっと、手段を選ばないのが実力主義。でもここじゃそれを正義だって本気で信じてる人もいるんだ。だから正しいってことにはならないだろ。壊されんなって。うん、是达纳人。ボルラーヌのことはプレネギスでも知られていないようね。あの突然の交代劇は私も驚いたものだ。何か疑問には思わなかったですか？まったくね。全て受け入れるようにしつけられていたわけだ。スルドたちの話、やっぱり身内には違って見えるもんなの？うん、敵には容赦なかったのに。その彼らもレナ社会のいろいろな対立や問題を背負っているようだった。レナ人は力が序列の基盤の実力社会だから、互いの対抗意識がすごいけど、同時に種族全体への忠誠心も強いから、外に対しては結束するのよ。スルドはその代表。スルドはレナ全体の守護者だったか？ええ、だからビエゾは私を憎んだし、ガナベルトはアルフェンを狙った。そんだけ大使は変わり種ってことか。それでアルフェン、君は何かつかめたかね？ああ、スルドも人間だったんだってことだから。ビエゾや他の連中もあいつらなりに事情や望みがあって生きていたんだけどよ、いくら慕ってる奴がいるからって、そんなの。もちろんあいつらのしたことは悪だ、それは間違いない。それでもあいつらは怪物なんかじゃなくて、俺たちと同じ一人の人間だったんだな。俺が言いたいのは、つまりあいつらが悪いのはレナだからでも
怪物だからでもなくて、一人の人間として悪いことをしたから。リンネル、違うかな。全部言ってくれた。ダナだから善人というわけじゃない、レナだから悪人というわけでもない。私たちはそれを見てきた。まあシオンとデュオハリーも見てりゃな。信頼を裏切らないよう努力するわ。私という一人の人間として。建筑风格有点跳痛，就是那种那很机械的，可是又有那种高科技的，应该说比较古典的建筑，然后但是它这些墙壁的风格又是很高科技的，怪。気になっていたんだが。どうしたんだ？少なくとも、スルドブリガ自体はずっと行われていたんだ。筋から言えば、前回の勝者であるスルドが。今のレナを治めていることになる。まあそうなるよな。それって誰なんだ？ハンフリクとミルグリスだ。確かシスロディアのスルドだったはず。そのハンフリクトという人がレナの支配者っていうこと？そういうことになる。直接見たのは前回のスルドブリが終了の時が最後だが。王となってからは一度もレネギスにも姿を見せていないのですか？通信以外の形ではないと思うわ。ハンフリクト王以前の王もだけど。それを言えば王以外の誰かが本国からやってきた記憶もない。それってやっぱりなんかいろいろ変だよね。うん。しかも我々はそれを当然のことと思い込まされてきた。だとしたら誰が何のためにそれをしたかだが。そういえばレナス・アルマもスルドブリガの勝者にその都度作られて与えられるもののはずでしたね。もし代々の勝者が受け取っていたのなら、その数だけレナス・アルマがあったことになります。でもペレギオンでのことを考えるとレナス・アルマが簡単に作れるとは思えないわ。となると勝者の話も怪しくなってくるわね。何を信じていいのかわからない。確かに闇のマスターコアを必要とするということも我々レナ人は知らなかったのだからな。そのあたりも金量ではっきりするかもな。ああここで考え込んでるより早く行って確かめようぜ。我猜啦本土可能因为某些原因污染啊或什么的，或者是心灵力榨干了，导致那边有一些问题。然后呢，雷列基斯呢，就是靠为什么要领战王征呢？就是找一个心灵力最强大的人呢，把他拉去做人助力。但是大家争了这么久，最后要变成祭品，一定不愿意，所以就搞了个领战王征，就像那个 Fate 一样，骗你进来，说你哎可以变成王。可以至高无上统治大家，然后结果是拉你去做祭品，或是拉你去当电池。八成是这种设计吧，我觉得。Two。ピアリエ。ピアリエってアバキールってのが言ってた。し。なぜここに？まさかスルドとしての責務を放り出してダナから逃げ帰ってきたの？何も言わないのね。タルニガスを殺してまで手に入れた地位だというのに。あなたは殺した？ここには用があって戻った。話があるのであればその後にさせてもらいたい。そうよね、いつだって逃げるのがあなただった。7年経っても
ダナで暮らしても何も変わらない。でもそれは私も同じ。この7年あなたを憎まない日はなかった。私を殺して気が晴れるならそうするといい。何を言い出すんです、ティオハリム。だが先ほども言った通り、用あってここに来ている。それが終わるまでは待ってもらいたい。あまたの罪を犯した身だ。ことが終われば必ずや君の気の済むようにすると約束しよう。そうやってすぐ逃げ出す。自分で死ぬ勇気もなく人任せにして。あなたは最低よ。ティオハリム、先ほどは見苦しいところを見せた。あの人、ティオハリムが殺したって。君たちそれぞれに過去があるように私にもある。確か前にスルドの座をめぐって旧友と殺し合ったことがあると言っていたな。そのことか。私の罪はメナンシアでのものだけではない。それだけのことだ。あれは本気ですか。殺されてもよいというのは。彼女にはその資格があるのだ。そんな。安心したまえ。スルドブリガを完全に終わらせ、メナンシアの共存を恒久的なものにする。それまでは死ぬつもりはない。気になる謎もまだ多く残っているしな。そうか、資格という意味では君にもあったな。ティオハリム。すまない、余計なことを言った。忘れてくれ。なあ、ティオハリムのあれってどういう技なんだ。あれではわからんな。どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、話しかけた相手が好きだらけになることがあるだろ。何のことか分かりかねるが。あれは垂らし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。あ、でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ。俺も気になるな。何か特別な修行があるのか。そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ。大はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね。そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。まだ。想说是什么特效，原来是有人让心灵树灭火。
なんだか素敵な感じだね、ここ。ああ、住民の憩いの場とかそういうものらしいな。さすがレナの町、贅沢にできてる。何か気になるの、テュハリム。ダナに降りる前、よく旧友たちと演奏に興じたものだ。まさにこの場所で、アバキール、フィアリエ、そしてタルニガス。昔のことだ。タルニガス、フィアリエという女性が言っていた名前ですね。タルニガスは私の親友、そしてフィアリエの婚約者でもあった。フィアリエは仮想の出身だったが、誰よりも優れた音楽の才能があった。その際に惚れ込んだ私が、階層を気にする彼女を説得して、タルニガスとアバキールに引き合わせたのだ。幸せな時代だった。精霊術だの家柄だの一切関係ない。ただ美しい奏楽だけによる4人の絆だった。このレネギスで階層にとらわれない人間関係を築いていたなんて、やっぱりあなた変わっているのね。君の目から見てもやはりキーに映るかな。以前ならそうでしょうね。でも周りに従うのではなく、自分自身の心の声に従って友人を選ぶというのは素敵なことだと思うわ、今はね。それにそういうあなただからメナンシアの共存の素地ができたのかも。過分な評価で恐縮だが、私は自分の欲求に従っていただけだ。それにそれもこたびのスルドブリガが始まるまでだった。私とタルニガスはスルドの候補となり争うことになった。すでにフィアリエを愛していたタルニガスは、自分がスルドになることで彼女の階層を上げてやれると信じていた。そして事故が起きた。事故？タルニガスの力は私には及ばなかった。勝負は無難に決着するはずだった。だが必死の彼は手段を選ぶ余裕を失っていた。何か禁じ手を使ったのね。でもそれならフィアリエは、まさか彼女はそれを知らないの？言えると思うかね。恋人が友人に殺されただけでなく、しかもそれが自分のせいだったなどと。だから彼女の支えになるよう自分を憎むに任せたというのですか？それは逃げなんかじゃないわ。いや、逃げたのだ。ただ運命を呪い目を背けた。友の死にもスルドの重責にも耐えられず、その後のことは君たちも知っての通りだ。それでもあなたがスルドにならなければ、メナンシアはレナ人がダナ人を虐げる悲惨な国のままだったはずよ。シオンの言う通りです。あなたがいなければ私だってきっと別のスルドの元で死んでいたでしょう。救われた者も大勢いるんです、ティオハリム。あなたがいたから私は今ここにいます。だから必要以上に自分を貶めて罰せられることばかり求めないでください。手厳しいな。だが心に留めておこう。ティオハリムは大丈夫そうか？だと思うけど、キサラもいるし。そうか、よかった。人を励ますのって難しいのね。
一番大事なのはそうしてやりたいって思う気持ちだ。きっと伝わっているさ。そうだといいけど。アルフェ。シオン。思えばあなたも私を励ましてくれていたわね。俺もたくさんシオンに励まされた。それでもありがとう。あそこに治療師と資材班の者がいる。私がいれば協力が得られるだろう。这他妈的也太那个了吧，这比葛雷夫的那管枪还狂。哦，这还不错看。觉得这些材料应该后面打得到，现在把做一把火鞘出来，弄个火鞘针好像。我觉得效益好像不高，重点是我没剩多少钱。其实雷娜宽剑还不错看。比较重要。哇，这个结晶这么。赚。增加了，那就
装備は見直したか？半小时，一场战斗都没打。哦，这边开始要打了吗？レネギスの兵士だ。やっぱり戦わないといけないのかな。相手の出方次第だ。油断するな。やっぱり戦うしかないのかよ。待て。フルド、ヒオハリもいろいろ戦士だ。こっちへの動員を配慮。こちら。自我を失っているのか。ここでやられるわけにはいかない。応戦するぞ。妨害を頼む。撃ち抜いてやろうか。明らかに住民たちと様子が違ったわね。うん、話し合いの余地なんかない、問答無用って感じだった。スルドのティオハリムがいてもお構いなしだったな。うん、我々を明確に敵として認識していた。レネギスの中で脅威らしい脅威など、せいぜい実験か何かで暴走したズーグルくらいのはずなのに。ガナスハロスの時に似ていた気がする。ボルラーンに支配されていた兵士や奴隷の様子に。以前のレネギスにはあのようなものなどいなかった。私たちが来たのを心よく思わない何者かがいるということでしょうか。赤い女か、王か、はたまたボルラーンか。いずれにしても気を引き締めた方が良さそうだな。行くぞ。任せたまえ。
止めは任せたまえ。なあ、この火を温めとけ。しよう。バッテンズ。やり。せっかり。これで新しい武器作れないかな。哎呦，看这种巨型怪！どっちなさい。俺の真骨だ。危ない。よく人間に勝てる。危ない。超連打か。この前に。悪いわ。大振りな虫なる。ロンドテープ。炎よ。超連打。ごめん。人が肌に浮かんでる。まとめて片付ける。はあ。成功。
これがあれば武器を作れそうだ。出去换个装备休息一天再过来打好。没有食物差太多了。これを食べればどんな疲れも吹き飛ぶぞ。过去了，太好了。啊，刚忘了做，应该忘了做武器套腰。干。さ、目的地に着いたわよ。ここまでだ。
切り開く！支援書！開！
ろうか。続けて交流連歌だ。払う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 今だ。まとめて片付ける。成功。拡大兵器。まとめて回復するわよ。どこだ。落ちて。交流連合だ。行くぞ。Let's go.
着いた。ここから先が禁漁だ。壁しかないけど、どこから入るの？王しか入れないって話だったよな。アルフェン。開いたぜ。アルフェンに開けられたということは、どうやら300年前と今の王は同じと見て間違いなさそうだ。何？これは奨励の儀は明日ね。あなたは王として、私は巫女として。体調に変化はない？何が王だ。俺はダナ人で、ずっと実験に次ぐ実験で人間扱いすらされてこなかったのに、おまけに儀式だかなんだか知らないが、その時まで何をするのかも知らされない時だ。あんただって似たようなものなんだろう。よく平然としていられるな。確かに
私も自分から望んだ役目ではないわ。でもレナの繁栄に必要なことだと言われたら受けないわけにはいかなかった。あんたはレナ人だからそれでいいさ。だけど俺は故郷からさらわれてきて戻るためにやむなしだ。それは理解しているし申し訳ないと思ってるわ。終わればきっと故郷に戻れるようにする。だから今はお願い、協力して。お願いも何も、どうせ俺に選択権なんかないからな。なあ、あんたは？ネビリよ、ネビリ・アイミリス。いい加減覚えて。ネビリはなぜ俺を人間扱いするんだ？他のレナの連中と違って。一つは属している世界は違っても役目を強いられているという点で私たちは似た者同士だから。もう一つはこうして話し合えていること。それは人と人の間でしかできないことよ。ならあなたに人として接するのは当たり前のことだわ。変わってるんだな。かもしれないわね。分かったよ。明日の儀式はやり遂げて俺はダナに帰る。それで終わり。あんたを信じるよ。他の連中の言うことじゃなく。ネビリ。今のは？みんな同じものを見たのか？ねえ、アルフェンと話していた人、シオンと同じ顔してた。ネビリなのね。ネビリ・アイメリス、彼女が。そうだ、本当にシオンとそっくりだった。アルフェンが混乱するのも無理ないぜ。それで我々は何を見たのだ？ただの幻覚ではなさそうだ。昔俺が実際にネビリと交わした会話だ。ということはあれはアルフェンの過去ということか？なんでそんなものが見えたんだ？まさかこれも赤い女の仕業か？うん、違うと思う。なんでだ？みんなも感じなかった？入り口が開いた時ダナの精霊力が押し寄せてきたの。そういえばそうだ、あれはくさびの奥で感じたのと同じ感覚だった。不思議はないな。くさびからはレネギスに膨大なダナの精霊力が送られていた。あるいはそれがこの奥に貯蔵されているのかもしれん。じゃあ今のはダナの精霊力が見せたっていうのか？なんで？何のために？そこまではわからないよ。意図あってのことじゃないのかもしれないし。シオン、大丈夫か？ええ、急だったから驚いただけ。あれが私の300年前の先祖なのね。ああ、そうなるんだろうな。あなたの方こそ大丈夫なの？俺が？誰が何のためにさっきの記憶を見せたにせよ、この先もまた起こるかもしれない。あなたは自分の辛い過去を見ることになるかもしれないのよ。過去をなかったことにはできない。それにもし儀式の正体がわかるなら、シオンの茨の正体だってわかるかもしれない。それに俺はずっとダナをレナから解放するために戦ってきた。だがそのレナにも嘘と抑圧があるらしい。なら俺はそれも解放してやりたい。そのためにも真実から目をそらすわけにはいかないんだ。ダナにいてもどこにいてもあなたは変わらないのね。抑圧する者に怒り、壁を壊す者、それがあなたなんだわ。いいわ、進みましょう。全てを知るために。人気がないな。気をつけて、
さっきの幻のことといい、この中のことは何一つわからないわ。看一下时间。看来时间还够打个 boss， 然后刚刚的剧情我觉得太可怕了，大家都看到他过去的这个对话，不晓得那个这样根本就是在公审这个人过去做过的事情，哪一天呢就好像把你的浏览记录公开一样，会吓死你。ヤリ、どうやってここに。待て、なんだか様子が変だ。なんだ、なんかまともじゃなさそうだぞ。ああ、まるであの禁漁の外で遭遇した兵士たちのようだ。彼女の力であのような芸当が。話は後だ、来るぞ。どういうことだ、彼女にこれほどのスーグルを支持する力はないはずだ。あのマスターコアみたいな石の力みたいだけど、こんなもんが彼女はどこから。とにかくまずスーグルを片付けて彼女を抑えるんだ。弱点の狙いの手を。まさかの毒ラッシュ仕込め。やっ、何払うよ。
you
降り注げ。よし、自由の実用ガセマスコア。フィアリー、私の声が聞こえるか。フィアリー、また何か召喚する気だよ。術者の力を上回る術は負荷が大きい。何度も使えば彼女自身が持たないわ。ティオハリム、すまん。殴打女性，这游戏能过审？大丈夫か？あ、気を失わせただけだ。そうじゃない、あんたのことだ。すまないが、彼女を治療してやってもらいたい。ええ。ただ、目を覚ましたとき、正気に戻っているとは限らないわよ。それにここ、本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このままここに置いていくわけにもいかないんじゃないの？それは僕が引き受けよう。あんたはアバキール、なぜここに？君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。タルニガスの死の話も聞いてしまった。すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか？これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。いいご友人ですね。昔からそうだった。常に一歩後ろに立って目立たず気を回しすぎるフィアリエにも気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか？彼女をけしかけた何者かが、こちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。君もだ。君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。タルニガスの死にしても、本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそあなたはスルドブリガを終わらせようと思ったのではないですか？そうだ、そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。償うことなどできません。できないんです、ティオハリム。辛いことですが、死んだ人は死んだままです。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか？違います、その逆です。決して忘れず、でも生きるんです。死者のためでなく生者のために。聖者のために。そうだな、俺たちはまだ聖者の側にいる。何かできるとしたら、それは同じ生きている奴のためなんだろう。生きているということはまだ何かできることがあるということです。責を感じるというなら、罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務めか。はい、
明日のために生きてください。昨日ではなく、そしてあなた自身もその中で努力しよう。でもまずは金量の謎を確かめることが先だよ。シオン、おかげで助かった。改めて礼を言う。どういたしまして。ヒアリエのこと傷つけずに止められてよかったね。君たちにもいろいろ助けられた。感謝する。よせよ、仲間だろ。さ、先に進もうぜ。ヒアリエはやっぱり操られていたのかしら。操られるって誰にだ。赤い女にか。誰にせよこの一連の裏にいるやつだ。どうあれ、ヒアリエの恨み自体は彼女のものだ。やり方が汚いよ。こっちが手を出しにくい相手を選んだってことでしょ。だがこれでレネギスのどこかに我々を敵視している存在がいることは間違いない。ええ、私たちに合わせて仕掛けてきたのだから。人の心につけ入る真似をするようなやつ、必ず見つけ出してやる。哦，现在每一场 BOSS 战都搞得跟崩溃战一样。看一下。好吧，其实我觉得时间差不多了，后面的就留到下一集吧。那这一集其实虽然很多对话，了解了一些情况，可是整体来讲，我觉得剧情的推动都没有关键的剧情推动。所以他塑造出雷纳人也是一个被蒙在鼓里的，然后整个是一个礼赞王真是一个天大的阴谋。就像我前面讲的，他可能就是找一个，你看他动不动就一个王的徽记就放在人家身上，如果这是个很珍贵的东西，肯定不会这样子，铁定是选人出来做祭品或电池，就这样。所以我们难不成我们要在这个破晓传奇里面看到那个战锤 40K 帝皇人力电池帝皇，对，难不成我们要看到这种类似的设计吗？在这边看到这么黑暗歌德风的东西，不晓得，我们就后面就继续期待吧。然后呢，那个战斗的部分我已经懒得讲，因为到后面打 BOSS 战根本不会硬直。我不太确定他以前，因为以前几代你如果说打一些比较小型人形的 BOSS 的话，你可以接招大概一个几十 hit 他就会硬直，然后你只要接招不连断，你可以一直接到他死。可是我觉得这一代好像巨怪的 BOSS 比较多。看起来巨怪 BOSS 是没有硬直的，你只能打完就跑，打完就跑。然后他半条血的时候会触发一次那个合体技，然后残血再触发一次，大概就这样。就所以打起来有点无聊，因为你也不可能接 combo 接到可以一直用那个合体技把一直给他做伤害。看起来好像就是只能用选一些技术技能盘增加 overload 的，看来打 boss 只能用 overload 打，就是赶快触发 overload， 赶快放那个连招，然后赶快放奥义这样。看来只能这样。然后炎之剑就不要讲，那个炎之剑你根本就因为怪 boss 也不会硬直，炎之剑根本招也放不完，然后还扣血，根本就打不太赢。说实在的，像刚那个 boss 随便选一下就1000多1600。搞得跟在玩黑魂一样。不对，黑魂有些王还会硬直啊，这边都完全不会。好吧，那废话就说到这边了，那就以上就是今天破晓传奇的内容了。那之后的剧情我们就再期待一下吧，这个雷涅基斯到底后面的这个阴谋到底是怎么样运作的。好，那就感谢大家的收看，我们下次见，拜拜。